どうも皆さんこんにちは、クレチューバーリーダーのキミクレシン歌の兄です。さあ今日はですね、美しい景色が魅力の下鎌狩町にやってまいりました。さあ今回はサイクリングにクレチューブします。リーダーキミクレシン率いるクレの魅力を探る5人、その名もクレチューバー。5人が西へ東へ駆け回って集めた魅力をご紹介。我らクレチューバー。いやー、感じ、風情があるね。お、こんにちは。こんにちは。めちゃくちゃ気持ちよそうですね。キミクレシン歌の兄さんもご一緒いかがですか。初めてフルネーム呼ばれました。僕ね、自転車もっとらんのんですよ。いや大丈夫ないです。レンタサイクルがこの島にはあるんです。レンタサイクル。はい。自転車の貸し出しを行っているのはキャンプ&コテージ鍛冶ヶ浜。初心者や女性でも安心な8種類の自転車が揃っています。案内役の高島さんによると、下鎌狩町にはいくつもの絶景ポイントがあるとのこと。いや気持ちがいいですね高島さん。いいですね。高島さん、あれですか。あれが茂島でございます。おこれは誰が何の目的であそこにあれを置いてんですか。私が。ああ高島さんが。私が置きました。うわ、どうですかこの景色。あ、景色半端ない。こりゃ最高じゃわ、ほんまに。うわ、橋がすげー、めっちゃ綺麗。これすごっ。ここもね、おすすめの絶景ポイント。絶景ポイント、はい。野呂さんも見えて、うん、まあ、隣の上鎌狩島も見える。全部がね、近くに見える。瀬戸内特有の美しい景観や歴史を感じながらアウトドアスポーツを楽しめるクレシ。昨年の秋にはスポーツ&ワンダークレ、略してスポワンクレを立ち上げ、魅力を発信しています。ぶっち綺麗よ、最高じゃ。クレシでは現在、クレシのお店応援キャッシュレスでお得キャンペーンを行っています。この機会にぜひご利用ください。詳しくは特設ホームページをご覧ください。視聴者プレゼントのお知らせです。クレシサコッシュバッグとヤマトミュージアム企画展ペア招待券をセットにして2名の方に差し上げます。次回は入船山記念館にクレチューブ。